最低お前。アイソチートって言われてね。すげえ、俺チートって言われてる。ノラがさ、喧嘩し始めて、やりきるまでしますとか言って、ちゃんと働いてる。だって、俺より身長が高い。バカでけえ。バケモン。さ、行きまひょか。うわー、まぶしすぎる。うわー、やれへんかった。最低お前、お前マジ最低、ひでえ、ひでえのなんの。けえ、リポートプリーズ。は？え？アイソチートって言われてね。え？え？チートって言われてる俺。すげえ、俺チートって言われてる。気持ちいい。ハンドワンラウンド取っただけでチートって言われた、気持ちいい。アイソチートオフって言われた。オールタイムヘッドショット6。めっちゃ嘘つくやん。リオンよりヘッドショットしてるぞ俺。敵がいる。手出しはいらない。うわー、え、いや違うって。 I'm not cheat。 結構 no no no。あと10秒。待って、マッスル充電切れた。待って、マッスル充電切れた。終わった、マッスル充電切れた。配信中です、配信中です、配信中です。こんにちは、こんにちは、こんにちは。配信中です、配信中です、配信中です。こんにちは、こんにちは、こんにちは。やばいこと言います、やばい。言わないでください、言わないでください、言わないでください、言わないでください。俺今チーター疑われてきてん。うん、なんかさ、来てありきでめっちゃ言いたいことあったんだよ。え、何？こないださ、なんかノラがさ、喧嘩し始めて、うん、で、キッズみたいなやつがね、なんかその暴れててさ、よくいるキッズいるじゃん。うん、いるね。なんか、ありきの真似しますとか言って、なんかよくわかんないけど、なんかやばすぎ。ちょっと待って、そんなやつがいんの？対戦をやめてくれ。キッズになんか好かれてる、ありき。やばすぎだろ、何？ありきの真似しますと。いや、よくわかんない、マジで。なんか暴れてるキッズがいた、アリケンの。ガチで暴れてんな。俺アリケンみたいな顔してるや。破壊コースじゃん。やばすぎだろ。別称に俺を使うな。別称に知り合いが出てくるの面白かった、めっちゃ。別称。別称に知り合い出てくるってやばいな。それ普段からそれ言ってんのかな、それともなずなさんがいたから言ってきたのかな。いやだってね、一言も喋ってないからね。あ、じゃあ普段から言ってんだわ。そう、多分、うん、すまんな、俺がフォートナイトの頃叱りきれなかった子たちだわ、その子たちは。バイザーみんなで動いた方が違います。デュエリストについてこれ、こいつらが悪いんだよ。めっちゃ怒ってる。てめえ、ちょっとマジさっきのやつ3000時間バンしよう。うわ、でも999件コメントしてるから許す。次ムカつくこと言うなよ。俺が王なんだからな、この配信では。勘違いすんじゃねえぞ。なんかもうだけど本当配信者の視聴者にいるね、言ってることが。俺なんかアリケンの配信さっきみたいなけど、死体打ちしてるときいいねってみんな言っててびっくりしちゃう。いいねいいね。アリケンやこいつら。はい、なんだ。うーわー、強くね。いや今のは、うん、いや反応遅くね、小梅さん。反応遅い、反応今、まあ、おじいちゃん、おじ、うん、反応遅かったかも今。本当？うん。じゃあ多分俺と見えてる世界線違うわ。エイムの場所は、あ、勝ったわって感じしたけど。いや勝った勝った勝った、うん、勝ったんだけど、クリックしてから俺1時間ぐらい待ってたんだけど弾が出なかった。ほんとほんとほんと。あ、1時間待ってたんだ。1時間待ってて。あ、なら知らない、なら知らない。私は日本語がそれほど上手ではありませんが、あなたのコンテンツは私が学ぶのを助けてくれます。助けてくれて私はストリームを楽しんでいます。すげえ嬉しいね。 Thank you I love you The Real Cosmic TY。 入れて。嬉しいね、海外の人から。でもマジでなんか俺のあの大正解の動画が英訳されてインスタで33万いいねされてた。
やば、クソ、俺が上げとけば今頃インスタフォロワー2兆人とかになってたのにな。33万なのに。だって33万いいねだよ。インプレッション多分5億とかだぞ。2兆って世界の総人口ぐらいじゃない。え、そんないんの人間って。82億人だし、お前どこが2兆人やねんお前。じゃあ2兆っていう数字何。2兆は藤原原西の逆の数らしい。じゃあ俺それと勘違いしたのか。お前勘違い、絶対勘違いすんな。そんなんと人口2兆ってもう、ま、マジ俺んちに30人ぐらいいないと入りきらんぞ多分土地に。え、今日俺何食おう。もう山盛りの白ご飯食いたい。ありけよさ、うん、すっげえ可愛い彼女と、うん、ちょいブスやけど、うん、料理めっちゃうまくて毎日ご飯作ってくれる彼女、どっちがいい。すっげえ可愛い彼女に俺がご飯を作る。あ、いいね。うん、最高でしょ。え、なんでご飯じゃないの、アリケン。だどういう免許持ってるから。だどういうご飯を作ってくれるかによるよね。アリケン、炊き込みご飯で、炊き込みご飯。炊き込みご飯は簡単だぞあれ。そうなんだ。炊き込みご飯マジでイージーだぞあれ作るの。いやでも料理がうまいって、料理がうまいってむずいよな。じゃあ、皿洗いまでやってくれる。いやそれはもうもちろん。それはもうもちろん。お前キモいな。アリケンは皿洗いやってくれない系の彼氏なの。皿洗い、こいつ俺に皿洗いさせて。いやてか皿洗いするぐらいなら俺が料理作るかな。料理自分が作るときは自分で皿洗うよ、作りながら。まあでもご飯作った後に。これいい風に言ってるわ。洗ってくんないな。私アリケンとはちょっとつけないわ、ごめん。ちょっとごめん、皿はちょっとだお腹いっぱいになったと動けないから俺ってちょっと無理だね。じゃあごめんね、ちょっと私アリケンは無理だ。なんでなんで俺が選ばれる側なん。ごめんね。いや皆さん聞きましたか、皿洗えばナズピと付き合います。最低条件。それはあるな。最低条件皿洗うなの、めっちゃいいじゃん、うん、お前食べたご飯ちゃんと洗って、そういうちゃんとした人がいいってことよ。ああそうなんだ。他にはちゃんと働いてる。ちゃんと働いてる。ちゃんと働いてる。あ、働いてる人がいいんだ。なるほどね。じゃあじゃあ何がいい、どんな、何系、体力系、インテリ系、何でもいいよ、ちゃんと働いてたら。お、そうなんだ。バイトでもいいよ。へえ。だってポイ捨てしない。ポイ捨てしない。ポイ捨てしない。うん、ポイ捨てしない。ポイ捨てする人はダメだね。アリケン無理じゃん。アリケン、アリケン全てポイ捨てしねえ。やめろよ。捏造やめてください。何から何までポイ。じゃあ俺が女の子に求めること言っちゃおうかな。注目だよ、リスナーの女。まず川とかでやる石切りを10回できないと無理。あれ10回できない女と付き合えない。あと2つか。料理に豆を使わない。え、豆うまいだろ。豆嫌い。ラスト1個が俺より身長が高い。バカでけえ。瀬戸さん貸してもらってもいいですか。2メートルの石投げる女。最低条件？バケモン。